こんにちは。今回はまた旧宮家のことを占っていきたいと思います。今までに4つの宮家を占ったんですけども、えー、私以前の動画でこれからも続くであろう、存続するであろう宮家はこの4つですって紹介したんですね。でなんですけど、他にもありました。すみません、間違えていました。でその宮家は かやのみやけというみやです。漢字の読み方が難しくて、えー、私読めなくてネットで調べたんですが、えー、これでかやのみやと読むそうです。えー、で、このみやは、は、えー、直近の天皇がスコウ天皇になります。で、スコウ天皇からずーっとしばらく来て、 で伏見宮貞房えー、あ漢字間違えてますね「貞房親王、えー」この「貞房親王」の後から、えー、天皇となる流れの方とあと旧宮家 の流れの方に分かれてるみたいなんですが、えー、で、伏見宮、貞常親王で、しばらく行ってから、国宮、朝彦神皇、えー。で、その子の朝彦親王の子供から、えー、茅の宮家が始まります。えー、そしてこの茅の宮家の 初代当主、国の親新この人の、ご兄弟、国の宮、えー、国よ、国宮、国吉王この方の、えー、お子さんが、公順皇後,后です。えー、そして、この初代当主からずっと来て、 えー、この、正則さんという方が、えー、今の金城天皇とお友達だそうです。学習院の初等科から、えー、大学までずっと一緒だったそうです。えー、そして、この正則さんには、男のお子さんが二人いらっしゃって、長男が1996年生まれ、 で、次男が1998年生まれだそうです。で、どちらの人も大学は早稲田だったそうです。え、あと、身長は二人とも180以上あるそうです。で、記事にはイケメンだと書いてありました。え、なんだか愛子様にお似合いなんじゃないかなと思ってしまいました。 えそして、お父様の正則さんは、学習院の大学を卒業した後は、大手信託銀行に勤めて、えー、で、その後、転職して宮内庁に入って、で、宮内庁から外務省に出向し、現在も外務省に勤めているそうです。そしたら、今回は、お父様の正則さん、 とあと、長男、次男さんの思いをタロットに聞いてみたいと思います。まずはお父様の正則さんから見ていきます。そしたら最初に、正則さんの息子さんが愛子様のご結婚相手にと言われていることについてどう思っているのか聞いてみます。 中にフールの正位置が出ました自分の息子が愛子様のご結婚相手にと思われていることにそのことをなんかすごい楽しんでいるというかなんかワクワクしているような感じに思えますなんかすごい前向きに捉えているような感じですねで隣には 王王の聖一と運命の輪の聖一。なので、皇室に入ることに、えー、すごいこう前向き。息子が皇室に入ることを応援している感じがします。それに対して、上の段には良、えー、くないカードが出ています。力の逆一と悪魔の聖一。皇室の中だと、 悪循環の中にはまってしまって力が発揮できなくなると思っているようです。うん、多分真ん中にフールの聖地が出てるので8割方なんか応援してるなんかすごいワクワクするしいいんじゃないって思ってるみたいなんですけどでも2割くらいはあちょっと息子に負担がかかるかな力が発揮できなくなるかなと思っているんじゃないかと思います。 そしたたら息子さんの気持ちも聞いいいてみたいと思いますえまずは長男さんから。えー。正則さんの長男さんは自分が愛子さまのご結婚相手にと思われていることについてどう思っていますか 長男さんはあまり乗り気じゃないみたいですえ。真ん中に太陽の逆位置が出ています。えー、で、しかも、両脇には恋人の逆位置と女帝の逆位置が出ているので、かなりあの、拒否しているような感じですね。愛子さまは嫌だと、えー、結婚したくないと出ています。 そして上の段には、戦車の正位一と忍者の逆一、うん。報道がどんどん過熱して、自分が愛子様のご結婚相手にという話がどん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 前に進んでいることに対して、うん、すごい嫌だなぁと思っているようです。まあ、勝手に周りの人に結婚相手決められてしまったら嫌ですよね。 えそしたら弟さんの思いも見てみます。 弟さんは真ん中に世界の位置が出ているので、うん、自分は結婚してもいいよって思っている気がしますえでしかも恋人の位置も出ていますえあとさっきお兄さんを占った時は太陽が逆位置を向いてたんですが弟さんは位置になってます弟さんはなんかすごい前向きに捉えてるんですね えー、ただマジシャンの逆位置と月の正位置この2枚は、えー、あんまり良くないカードです。不安だというカードとあとうん楽しくなさそうとかスタートを切りたくないっていう意味のカードです、えー。あとこれにはまだ準備が整っていないという意味もあるのでうんそっちの意味が強いんですかねうーん 結婚してもいいよとは思ってるけれど、えー、まだ準備ができていなくて不安だということなのかなと思います。そしたら今度はお父さんの正則さんは陛下のことをどう思っているのか聞いてみます。 お父さんとお父さんの正則さんと陛下の関係性は今崩れてしまっているようです。タワーの逆位置が真ん中に出ています。えー、で、節制の逆位置も出ているので、ん陛下のことを考えるとストレスが溜まるですかね。ストレスという意味のカードが出ています。えー、で、その反対の隣には、 女帝の正位置が出ているので、これは雅子さまのことを意味しているのかなと思います。雅子さまのことはとても素晴らしい女性だと思っているように感じます。えで上の段には死神の正位置と月の逆位置が出ています。えでこの死神は両手を広げて止まりなさいと言っているんですけども、 この死神の後ろの次のステージに行くには考え方とか、あと環境を変えなさいと言っているんですね。えー、で、その隣の月の逆位置は不安が解消した目の前のモヤが晴れて、 今自分が置かれている状況などがよく見えるようになって不安が晴れるという意味なんですでなので2枚を合わせると一度立ち止まってしまったけれども考え方を変えることができてで状況もよく分かってきて不安がなくなってきた。なので 今現在は陛下との関係が壊れているけれども、多分だんだん関係は改善していくのかなと思います。正則さんはそう思っているように感じます。陛下はどう思っているのか見てみます。 忍者の正位置が真ん中に出ました。一人でじっくり考えているというカードです。で、正位置に出ているので前向きに考えているようです。で、隣に恋人の逆位置が出ているので、やっぱり今現在は関係は良くなさそうです。関係は 今はよくないんですけども多分関係を修復しようと思って、えー、考えているんだと思います。どうやったら修復できるだろうかと。えー、で右には世界の正位置が出ています。なのでやっぱり関係性を良くしたいのかなと思います。 官邸を修復するために多分ジ者もこっちに顔を向けてるので官邸を修復するためにいろいろ考えているんだと思います。えで上の段には死神の逆位置と皇帝の逆位置。これさっき正位置で出たのに逆になってますねあ。これはどういう意味なんだろう。このカードそのものはわがままとか ワンマンっていう意味を持っているので、まさのりさんがわがままでワンマンだって変化は思っているんでしょうか。で、この死神の逆位置は、正位置だと一度立ち止まりなさいって、えこの死神は言ってるんですね。一度立ち止まって、えー、時間をとってよく考えて、 自分の考え方を変えなさいって言ってるんです。でも、今は逆位置なので、止まる必要はない。そのままの考え方でいいって言ってるんですね。なので、陛下自身は考え方を変える必要はないなぁと思ってて、で 相手の正則さんがちょっとわがままだから正則さんが考え方を変えた方がいいんじゃないかって思ってるんですかね。ちょっと上のの2枚は解釈の仕方が難しいですえそしたら最後に愛子さまがどう思っているのか見てみます。 運命の輪の逆位置が出たのでえ愛子様は正則さんの息子さんが自分の結婚相手にとえ報道されていることは嫌だなと思っているようですんで私の私の勝手な解釈なんですけど、うん、死神のカードが出ているので今の加熱気味の報道はやめてほしいって思って 出るのかなと思いますで,で隣の復活のカードは一旦今の報道を白紙に戻してまっさらな状態にしてから復活したいまっさらな状態にしてから自分はみんなの前に出たいって思ってるのかなと思いました。で,で力のカードと節制のカードが正位置で出ています。 愛子さまは自分が選んだ相手とえ穏やかに生活したいって思っているような気がします。まあやっぱり決められた相手じゃなくて自分が選んだ相手と穏やかに、うん、静かに暮らしていきたいですよね。そしたら今回の占いはここまでです。 最後まで見てくださってありがとうございました。そしたらまたねー。